旧車を愛する皆さん、こんにちは。旧車レディオ MC のコージー栗沢こと、栗沢コージーです。今回のゲストも前回に引き続き、日本レースクイーン大賞2020コスチューム部門グランプリを受賞したモデルタレントの太田あさみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。太田あさみです。この番組旧車レディオは、旧車の素敵な映像と旧車にまつわるトークをお届けする番組です。前回ね、ダットさん、フェアレディでしたけども、今回はまた、日産車になります。日産のブルーバード 3S、はい、クーペですね。ブルーバードだったら知ってます。あ、本当に。幸せの青い鳥ですよね。あ、かわいいね。いいボケだね。幸せの青い鳥からね、名前は付けられてるんですけども、はい、そうなんですか。メーテルリンクのね、青い鳥っていうところから名前を取ってます。ちなみにこの 3S ってわかります？3S、 ね、ブルーバードといえばスーパースーターサンタ。微妙に近い。近い。微妙に近いけど、サンタはなんだ。じゃあスーパー、すごく酸っぱい。ああ、いいボケだね。台本通り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 。これ脚本家に言おうな、後で。言いましょう。この通りに読ませていただきます。はい、わかりました。はい、まあ、正解はね、スーパースポーツセダン。あ、セダン、うん、セダンって意味なんですけど、まあ、スーパースポーツセダンなどなの、の後にクーペってついてるのもどうかと思うんだけど。面白い名前なんですけど。セダンって何ですか？セダンってね、いわゆる見た目としては四角い車。へー、うん、で、ドアが4枚。なんか聞いたことあるんですけど、なんかいまいち、分かってない。あの、今の時代ってセダンが少なくて、はい、典型的なセダンの車っていうとクラウンなんですけども、今のクラウンって5ドアハッチバックに近いんですよ。後ろがすごくこうなでらかなんですけど、うんうんうん、もう少しね、角張って、もう真四角、そう、後ろに座った人の、後ろの窓が、直角にぐらいなってるのがセダンっていう。ちょっと乗り心地悪そうですね。いや、実はね、これがね、ものすごくいいんですよ。そうなんですか。セダンっていうのは乗り心地のいい車の代表です。へえ、カクカクしてて、で、後ろの席がこうきっちり作られて独立してるので、うんうん、すごく後ろの席のことを考えられた乗りやすい車なんですよ、実は。そうなんですね。なので、普通はだから今言ったようにすごく高級車だったり、はい、家族の車だったりっていうところがセダンの名前の由来になってくるんですけど、うんうん、それなのにもかかわらずスーパースポーツセダン、すごくこう反する言葉が並ぶのが結構謎ですよね。そうなんです。で、昔はセダンの形の車が多かったので、はい、で、そのセダンだけども、スポーツですよと、それで SS っていう名称がついたりするんですけども、うんうん、ね、スポーツセダンっていう意味でね。で、さらにそれよりももっとすごい車ですよっていうことでスーパースポーツセダン。で、その頭文字を取って SSS、3S。なんかすごそうな車ですね。そう。で、実際このね、名前の車がすごくてですね。うんうん、まあ、そういったところも含めてまず映像いきますかね。そうですね。語ってるともうずっと語っちゃいますからね。そうですね、はい、そうしましょう。じゃあまずいつものやりますか。やりますか、はい、せーの、 VTR オーライ。これがブルーバードですね。かっこいいですね、この車も。1回目2回目に出てきた車と比べると、はい、まあ、2台は、ね、すごくスポーツカー前としたものだったんですけども、かなりファミリーカーに近い、全く形が違う車ですね、今回は。そうですね、なんかちょっと見たことあるようなないような感じの、うん、懐かしい感じがしますよね、はい、パッと見ただけで。なんかおじいちゃんが乗ってました。そうそう、うん、多分そのイメージって一番合ってて、うん、やっぱりおじいちゃん世代ってセダンっていう車がすごく多かったんですよ。やっぱそうですか、うん、このカクカクってした感じ。うん、見たことあります、ね。で、ちなみにこの車は510っていう車なんですけど、はい、
ブルーバードっていう名前としては、3代目になるのかな一応、で、310、410、510っていう、ちょっと不思議でしょ310、410、110、210はどこ行ったんだっていう思うんですけど、なんで3からなんですか。あのブルーバードって愛称がついたのが310からで、その日産セダンっていう名前で、初期に作られてたんですね。でそれが210、っていう名前で出て、その後310から愛称としてブルーバードっていう名前がついたっていう。そうなんです。なるほど、でこれが 3S ですね。さっき言ったスーパースポーツセダン略称。やっぱ至る所にロゴがたくさんありますね。 SSS。 そうなんです。でこの車の特徴としては、ライバルがやっぱりすごく登場してきたんですね当時、でトヨタも、イスズも、イスズって昔はあの乗用車作ってたのでトラックですか。トラックのイスズなんですけども、当時あのベレットとか117クーペとか、素晴らしい名車がいっぱいある会社さんなんですね。でそういったところの車っていうのはすごくこう、一般の車でありながらスポーツ性が高い車が多くて、で、もちろんレースにも参加したりとか、レースにも参加する、で特にあの日産っていうのはあのサーキットのレースだけじゃなくて、ラリー、ダートのラリーを走るっていうレースもすごく参加してたんですよ昔から。でブルーバードさっき言ったその210とか、310っていう車はそのラリーで最初名を馳せた車で、そうなんですね。その流れで410、ブルーバードも、サファリラリー多分聞いたことあると思うんだけど、はい、あります。それで、出場し優勝することがすごい、日本車としては画期的だったんですね当時は。それから名車になったんですか。そうです。でさらにそれを発展させたのがこの510、これももちろん、サファリラリーで優勝してくれた。すごい、あの先日あの残念ながら解散してしまった石原プロダクション、栄光の、5000キロっていう、あの当時のサファリラリーでブルーバードが勝った時 の、 あの内容を映画にしてるんですよ。その時に、その時の題材にしたのは本当は410で出たレースだったんですけども、映画の中ではこの510を使って映像化してる。そうなんですね。長くあの、小樽にあった裕次郎記念館にもこの510のラリー仕様の車がずっと展示されてたんですね。当時ね、その映画を撮るためだけに、実際に石原プロのその車がラリーにも出てるんですよ、映画を撮るためだけにすごいですよね。すごいですね。石原プロの自慢になっちゃったけどちなみにその510っていうこの車っていうのは、あの出た時から人気があったんですけども、最初は 1300cc から始まってます。排気量は小さかったんですね。そうなんですね。ただ、今では当たり前となってるんですけども、四輪独立喧嘩って言って、4つのタイヤがそれぞれが、独立した動きをできる、本当は今の車で当たり前すぎて、なんだろうって感じかもしれないんですけど、昔はやっぱり、2本の車輪がこう車軸が1本でこうつながってこう動いたりとか、完全につながってなくても連動して動かすっていうのが当たり前であって、一つ一つのタイヤが例えばこっちが沈み込んでこっちがだけ上がるとか、半分だけ上がるとかっていう、あのいろんな道の、走るための性能を発揮できるっていう機構をつけた最初の日産の車なんですね。日本車としてはベレットっていう車が、最も日本で初めて独立喧嘩っていうのを使ってるんですけど、それに対抗する、しかも日産の技術を最大限に利用しているためにもうラリーでも勝つことができたと。すごい。でその時に、セダンの形、グレードっていう概念も
まあ、あのグレードって名前じゃないんですけども、はい、やっぱりいろいろな種類をこう出すっていうのもやっぱり日産は自動車会社として大きかったので、はいはい、出すことができて、ファミリーとしても乗れるし、あのちょっとやっぱり車好きの人とか、うん、ちょっと飛ばしたい人のためにも作るっていう車も、同時に出して、そうすると、もうちょっと排気量が欲しいとかパワーが欲しいとかっていう声が大きくなって、その後やっぱり 1600cc とか、うん、1800cc とか大きい排気量のエンジンがどんどん作られているようになって、そしてもう日本だけじゃなくて海外でも、爆発的に売れた車になったということですね。まあ、やっぱり海外の方が売れたんですか？海外の方が圧倒的に、あ、そうなんですね、数は売れますね。うん、だからブルーバードっていう名前も今、ね、残念ながらないですけども、日産を代表する名前の一つ、スカイラインとかフェルディに匹敵するぐらい大きい名前なんですね。どうしてなくなっちゃったんですか？細かい話をしていくと、あの、はい、この後もずっと売れ続けるんですよ、ブルーバード。はいはい。で、これ510ですけども、その後610っていう車で、うんうん、車格がすごく大きくなるんです。はい。で、車格を大きくして、さらにこの下のグレード、具体的に言うとサニーっていう車があって、うん、まあ、その車のポジションを奪わないために少しこう車格を大きくする。うーん、自動車会社ってどれもそうなんですけど、今カローラもでかいじゃないですか。はい。最初、一番最初に出た時は 1100cc なので、カローラも。あ、そうなんですね。小さい車だった、小さいファミリーカーだったんですね。へ、うん、で、ポジションがだんだんやっぱり変わっていく。はい。ホンダで言ったらシビックもそうですけど、ポジションがだんだん変わって、もともとシビックがいたポジションにフィットが入ってきたり、うん、少しずつずれていく。で、この車も、610になり大きくなり、で710っていう車はちょっと車名が別の車になってしまうんですけども、はい、その後810ブルーバード、910ブルーバード、どん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 車格が大きく、よりスポーティーになっていく、発展していくんですね。で910になった時は、あの逆にあのバブル期まで入っちゃうので、ものすごく売れて、はい、この車と匹敵するぐらいか、もしくはあのもっと売れたのかもしれないんですけども、ブルーバードの中では、510と910っていう2つの車はものすごく売れた車として、旧車ファンには認知されている。へえ、その後も大きな車なんですね。でその後もずっとブルーバードっていうのが発展して、はい、またラリーにも出たりとかし、いろいろ活躍していくんですけども、はい、あのさっき言った通りポジションが少しずつこう変わる、そうすると競合するところが変わってくると、売れ行きもそのためにこう変化してくる。でだんだんと、売るためにいろんなことをしていくうちに、最終的にはブルーバードシルフィーっていう名前になって、うん、なんとなくこのブルーバード感、もともとファンだった人のブルーバードのイメージからかけ離れてしまったために、だんだんその売れ行きも良くなくなっていったんじゃないかなと予想されるんですけど、また復活してほしい名前ですね。そうですね、うん、なんか名前もすごい好きです。そう、いい名前だよね、ブルーバードだよ、ね、ブルーバード。日産はね、名前つけるのがうまいと思う。スカイラインもそうだし、スカイラインだよかっこよくなって、かっこいいですよ ね、フェアレディだよ、かっこいいよね。かっこいいですね、うん、確かに。この会社はね、名前をつく、すごく付け方がうまいし、ですごく社名を大事にする会社なので、はい、復活することも多々あるんですよ。うーん、フェアレディも何回もなくなってるんですけども、その度に、復活が叫ばれ、うん、より初期型に近いようなデザインでもう一回復活するっていう繰り返しをしてるので。あ、そうなんですね。じゃあもしかしたらまた復活するかもしれない。復活する時が来るかもしれない。それを楽しみ、角張った形で出てほしいね。そうですね、かっこいいな。あのメーターが多いっていうのはやっぱりスポーツカーの特徴ですよね。そうですね、スピードとタコっていうのがやっぱり大体主に来るんですけど、うん、で多分右端がね、燃料系とか油圧とか油温とか水温かな、そういったところが確かあったと思う。反対側は何だろう、時計だったかな。でもやっぱなんかシンプルですね。
なんか最低限、ね、うん、今より旧車は全体的にシンプルですね。そうですね、余計な機能、余計なって言ってはいけないけど、機能的にはあの走る、曲がる、止まるっていうその3つに特化した車が多いので、うん、非常にシンプル。あの旧車だと乗るのが怖いっていう人がいるんですけど、はい、シンプルなんでマニュアルの車が乗れる人だったら意外と簡単に乗れてしまうっていうところも旧車のいいところだと思うんですよ。あの旧車の儀式ってさっきも、前回もちらっと言いましたけど、はい、チョークを、つまりガソリンを少量だけエンジンに先に入れて、火がつきやすくするとか、うん、いろんなことをするのがだんだんとこう自動化されつつあった時代なので、うん、本当にキーを回しただけで、きちんと整備されている車だったらちゃんと走るし、うん、だから本当はね今の車と同じで、あの今の車もあの、うん、オイル、はい、バッテリー、タイヤ、この3つさえ気をつけてればね意外と長く乗れるんですよ。旧車もねとりあえずその3つさえ気をつけてればねそんなに大変なことにはならない。旧車の方が運転とかは簡単なんですか、初心者。簡単な部分と難しい部分がやっぱりあって、うん、今の車みたいに、後ろもカメラがついてたりとか、はい、補助的な機能、例えば、高速道路で前の車が近づいてきたら自動的にブレーキかけるとか、うん、そういった機能はないからあの真剣に運転をしなきゃなんないんだけども、まあそうですね、ただあの多分ね今まで見てきて分かったと思うんだけど窓ガラスがすごく広く感じると思うのね。あ、確かにこれ一番分かりやすいんだけどセダンの形で、ピラーって言われる窓枠、はいはい、すごく細いんですよ。細ければ細いほど見やすいのね。その分窓が大きくなる。そうそうそう、うん、あと途切れる部分がないから、はいはい、例えば今の車はそこのピラーの部分をどれくらいの強度を持たなきゃならないですよっていう基準が決まってるので、うん、必然的に太くなっちゃう、うん、なるほど。でこの車みたいにピラーがここまで細い車っていうのは作っちゃいけないんですよ。だからこの車がそのまま作れない理由でもあるんですけど、そこは多分一番の理由ですね、ボディでは。うん、1回目と2回目で今回見て思ったと思うんだけど、はい、あの特に今回の車が分かりやすいと思うんだけど、窓ガラスがすごく広く感じたと思うのね。そうですね。ね、それの理由ってあのピラーって言って、はい、窓枠が細いっていう理由があるんですよ。旧車は特にあの窓枠が狭くて、はい、正面のウィンドウからサイドのウィンドウにこう目線が流れるときに途切れることがないので、すごくこう安全っていうか見やすいんですね。なるほど。そういう意味では、旧車の方が周りに対する注意とか見やすさっていうのがあるかな。現代の車は衝突安全の影響で A ピラーの部分がすごく太くて、そうですね、うん、太いですね。で右にこう曲がっていくときに一瞬だけこう途切れる部分があって、うん、でしかも太いのでそこに人が立ったりとかしたら死角になったり、うん、なので旧車のそのピラーの細さっていうのは安全性とか運転のしやすさっていうところではすごく有利な部分じゃないかな思いますね。なるほど。まあこんな感じで進めてきましたけど、はい、もう今回ブルーバードどうでした？いやーブルーバードもとってもかっこいいですね。やっぱ憧れます。セダンもいいね。セダンなんかおじいちゃんが本当にこの形 の、うん、あの赤い車を乗ってたんですよ。おだからおじいちゃん家に行く時よくこの車があったので懐かしいなと思って見てました。ブルーバードも実は赤色の設定があるので。あ、そうなんですか、うん、もしかしてねブルーではなく、うん、そうそうそうだね。意外とイメージカラーはあのブルーではないね、この車。あ、うん、そう。色は何色なんですか？色はね、ごめんなさい、カタログとかをねもう一回見直さなきゃならないけども、
緑、深い緑とか、あと銀とか、まあ、白はねそんなに多くなかったと思う当時は。白い車っていうのはやっぱり80年代がメインになってくるので、といったところで、旧車レディオ第3回目はここまでさせていただきます。はい、ゲスト太田麻美さん、はい、どうでしたか？いやー、なんか旧車についてすごい栗沢さんにもう奥深さをたくさん教えていただいてすごい勉強になりましたし、なんか1回目よりもどんどんなんか旧車のことが大好きになってきました。ね、1回目からはね3ヶ月ぐらい撮ってるからねなわけね、はい、もっと勉強したいと思います。旧車について、次回もまた素晴らしい名車が登場する予定になっておりますので、はい、またお会いしましょう。はい、またお会いしましょう。せーの、旧車オーライ。